ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは JR 東日本東北本線の宇都宮駅、ちょうどこの10番線から普通黒磯駅の6両編成の電車が出発をしていきましたけれども、本日はですねこの宇都宮駅からとある臨時特急列車が運転をされております。この宇都宮には通常特急列車というのはやってきません。多分最後の定期の特急列車があれなのかな、あの2015年に廃止された北斗星がこの宇都宮駅を発着していた最後の定期の特急列車なんじゃないかと思います。でそれ以降もねちょくちょく臨時の特急列車はこの宇都宮駅に発着しているんですが、今回はですねこの宇都宮からとある臨時特急が運転されるということになっておりますので、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。それがこちら9番線から出発しますこの特急烏山山上祭り号全席指定の17時30分発新宿行きです。通常ねあのこの宇都宮駅からは毎日2本湘南新宿ラインも運転されていて、池袋新宿渋谷横浜を通って大船とかそれから逗子の方面まで運転されているんですが、多分新宿行きの列車っていうのはめったに運転されてないですから、で結構珍しい存在なんじゃないかなと思います。でこの烏山山上祭り号がなかなかすごくてですね、この列車は途中大宮、浦和、そして池袋、終点新宿の順番に停車するということで、この宇都宮を出発するともう次大宮まで止まらないと、そんなすごい電車駅で走っていくんですね。今ちょうど特急新宿駅ですという案内もしてましたけれども、今回はそんな東北本線を爆走していく特急列車、特急烏山山上祭り号を皆さんにご紹介します。よろしくお願いします。奥の方からやってまいりました。こちらが今回ご紹介します特急烏山山上祭り号の新宿行きです。以前うちのチャンネルでも例えば快速谷川岳ループ号などでご紹介をしております 4% 合計リゾート山取り号、うちのチャンネルでは多分これが 3,4 回目ぐらいの登場になるんじゃないかなと思いますけども、今回はこの車両が特急運用に入ります。今までうちのチャンネルでご紹介したリゾート山取り号を使った臨時列車というと大体みんな快速だったんですが、しかし今回は特急ということで、やっぱ特急というとねもう違いますよ。特急新宿行きっていうもうこの強さね、この字面の強さが個人的にはすごく好きです。東京都心方面に向かう列車は上野行き、新宿行き、東京行き、品川行き様々もありますが、その中で一番威厳を感じられるのが個人的にはこの新宿行きですね。まだこの行き先のところ、先頭のところは回送となっていますが、もうそろそろ多分特急に変更される頃合いじゃないかと思います。この 4% 合計は皆さんご存知、国鉄時代に製造された車両ですが、今回はこの車両がね、往年の東北本線の特急列車を思わせるような非常に素晴らしい爆走ぶりを見せてくれるということらしいので、今回は非常に楽しみにしていました。さあ時刻は17時30分になりまして、臨時特急烏山山上祭り号の新宿行きは時刻通り宇都宮駅を発車していきます。この先途中停車駅は大宮、浦和、池袋、この3つだけ、そして終点の新宿ということで、本当に特急の名にふさわしい停車駅の少なさで新宿まで走っていってくれます。特急列車と言いつつも停車駅がかなり増やされている列車というのは全国各地様々あります。特急渦潮号とか、まあ、それから特急時矢号なんかまさにそうですけれども、しかしこの特急烏山山上祭り号に関してはこの宇都宮を出発するともう本当に途中運転停車などは一切なしで、もうこの先埼玉県と大宮まで止まらないというのだから本当に素晴らしいこと。きっとかつて運転されていた東北本線の特急ひばり号などを彷彿とさせるような走りをしてくれるだろうと思います。この列車は全車普通車指定席ということになっていますが、しかしこのリゾート山取り号は皆さんもご存知の通り、もともと2号3系特急成田エクスプレスのグリーン車の座席をそのまま使っておりますので、車内はこのように1プラス2の非常に豪華な座席、これ本当に普通車指定席扱いで乗ってしまっていいのかという気もしなくはありません。もう本当にこれ豪華ですからね。快速列車として運用されている時なんかはこの豪華な座席にたったの530円で乗れるわけですから本当に乗り得です。まあ、今回もたったの1890円でこんな豪華な座席に座らせてもらってるんだから、これもこれで豪華だとは思いますが、しかし
しやはりね、快速じゃないからいいやということで、この列車に乗車していない鉄道マニアも非常に多いらしく、通常の快速谷川崎モグラ号とか谷川崎ループ号とか、そういった快速として運用される時よりもかなりね、車内全体の民度は高いように感じました。列車は現在宇都宮貨物ターミナルを通過中。この画面の奥にありますこの高架橋が東北新幹線、そしてそれをまたいでいったあの高速道路のようなものが、あれが多分北関東自動車道でいいのかな。ちょうど奥のところ宇都宮線の下り列車も行っているところですけれども、この辺りは東北本線宇都宮線のこの線路の真ん中のところにこのように貨物駅が用意されておりまして、その関係でこの辺りでは東北本線の上下の列車はそれぞれかなりかけ離れた場所を走っていくことになっています。列車はまもなくこちらは小金井ですね、小金井の駅を通過中。この小金井駅には隣接して小山資料センターという宇都宮線の車庫がありまして、その関係でよくね東京とか品川にいると上野東京ライン小金井行きが参りますとか、湘南新宿ライン快速小金井行きが参りますみたいな、そういう放送を聞くことがあるかと思いますが、その小金井駅が今通過した駅、もちろんこの列車は華麗に優雅にそして冷淡に通過していきました。小金井の次の駅はこちらは小山です。東北新幹線、それから東北本線、両毛線、水戸線がやってくる栃木県南部の非常に重要な拠点駅であるんですが、しかしもちろんですけれどもこの列車は通過していきます。この小山駅の在来線のホームをこのように通過していく様子を楽しむことができる旅客列車は本当に珍しいので、これは本当に貴重な経験だと思います。この小山駅を通過している旅客列車は定期では現在存在しておりませんし、それからこの駅を通過していく貨物列車に乗ったとしても、もちろん貨物列車というのは我々一般人は乗ることができませんから、小山駅を通過していく列車のこのような全面展望を楽しむというのはこれは滅多にできる経験ではありません。多分四季島に乗ればできるんじゃないかなと思いますけども、でも四季島はこんな80キロとか90キロとかこれぐらいの高速度でぶっ飛ばしていくような列車ではありませんので、もちろんね小山駅の通過自体を楽しむことはできますが、しかしかつての特急列車のような大爆走をしながら小山駅を華麗に通過していくという様子を楽しむことはできません。これを見るとやっぱりこの特急烏山山上祭り号がどれだけ得意な列車なのかということがわかると思います。東北本線系統の特急列車臨時特急でも大体みんな小山止まってますからね。ちなみにこの列車の名前の由来となった烏山山上祭りとは一体何なのかと言いますと、これは宇都宮からさらにちょっと北に行ったところにあります宝石寺というところから分岐している JR 烏山線の終点烏山駅があります那須烏山市で毎年この時期に開催されている烏山山上祭りというお祭りです。これはユネスコの無形文化遺産にも登録されている非常に貴重なお祭りなんですけれども、それがちょうどこの週末に開催されていたということで、それを見に行く観客を輸送するための臨時列車がこの特急烏山山上祭り号です。しかしそのお祭りが開催されている那須烏山市へ通じている JR 烏山線は非電化路線となっておりまして、この 4% 合計リゾート山取号が入線することはできません。行けても東北本線の宝石寺まで、宝石寺で必ず乗り換えが必要ということになります。でそのためこの特急烏山山上祭号はとりあえず新宿宇都宮間の運転とし、宇都宮からさらに烏山までは烏山線で活躍しております EVE301K という車両を使って臨時快速運転、そうすることによって新宿から烏山まで一気に、ね、乗り換え1回で快適に移動することができるようにということで計画がなされました。実際にね僕はその烏山線の宇都宮烏山間ノンストップの臨時快速列車には乗車していないんですけれども、しかしかなりねすごい列車だったということで、僕も乗ればよかったなというふうに今更ながらちょっと後悔しているんですけれども、そんな感じでかつてはね宝石寺まで直通運転がなされていたのが、それが現在では宇都宮止まりとなりましたので、そのあたりちょっと利便性としてはどうなのかなという気もしなくはないんですが、しかしどっちみち宝石寺で乗り換えが必要だったことを考えると、別に特急を宇都宮止まりにしてそこから臨時列車を走らせるというのは、これは別にねそんななんか変な判断じゃなかったんじゃないかなと思います。引き続き老体に鞭を打ちながらこの列車は東北本線をトップスピードを保ちつつ南へと走っていきます。現在通過しているこちらの駅は古賀駅、上野東京ラインで大体毎時1本ぐらい古賀駅という行き先がありますので、その古賀という地名を聞いたことがある人は多いと思いますが、この古賀駅は東北本線で唯一茨城県内にある駅です。そのためこの古賀からね水戸とかそっちの方に行くよりも宇都宮とか大宮浦和とかそういう別の県の県都に行った方が早いという現象がこの古賀では発生しています。古賀から水戸に行こうとすると多分小山で乗り換え友部で乗り換えといった感じで本当にめんどくさいので、本当に宇都宮とかそれから埼玉に行った方が早いんですよね。さて列車はそんな茨城県とそれから埼玉県の県境をなします利根川をここで渡っていきます。荒川とともに関東平野を作り上げた偉大な川、この奥の方でなんか左と右に分岐してますけども、左側がこれが鬼怒川で、それ利根川で、右側が多分渡良瀬川とかですかね。この辺りはこんな感じで河川敷も非常に広く、台風が発生して大雨がなってもこんな感じでね河川敷が相当広いですから、そう簡単に水が溢れるということはありません。
そしてこの利根川を渡って埼玉県に入ってきますと、列車はまもなく栗橋駅を通過していきます。 JR 東武直通特急に乗ると必ずと言っていいほど通るのがこの栗橋駅、必ずと言っていいほどというか絶対通るのがこの栗橋駅。この駅では東武日光線奥に走ってますけれども、あの東武日光線とそれからこの JR 宇都宮線の短絡線が用意されておりまして、その短絡線を使って JR 東武直通特急のスペーシア鬼怒川号とかスペーシア八王子日光号、特急鬼怒川日光などは運用されております。ちょうど奥のところ南栗橋行きの普通列車が走ってますけれども、ちょうどいいですね。宇都宮線もそれから東武日光線もそれぞれ列車本数そんなめちゃくちゃ多いわけじゃないので、並走することっていうのがめったにないんですが、今日は幸運なことにこのように南栗橋行きの普通列車と並走。僕もね、今までこの区間何回も通ってますし、それから動画でも何回もご紹介しているところではあると思いますが、しかしこんな感じで東武の電車と並行したっていうのはこれは今回が初めてですね。そしてさらに栗橋から東鷲宮を通過しまして、で次に通過しますこちらが久喜です。この久喜駅は東武伊勢崎線との接続駅、さっき東武日光線と連絡したばかりですが、また再び東武の路線と接続することになります。この久喜駅は先ほどの栗橋と違って特急両毛号も止まる主要駅、またこの駅から始発として地下鉄日比谷線に直通し恵比寿まで運転されている TH ライナーという座席指定列車もあります。久喜を通過し、さらに白岡とか蓮田とか東大宮とかそういったところも通過しまして、列車はあと3分ほどで次の停車駅大宮に到着します。本当に宇都宮から大宮までノンストップで走ってきまして、本当すごいね。大体の場合はね、あの宇都宮とそれから大宮の間で1回ぐらいどこかで運転停車をするというのが普通なんですが、しかしこの列車に関しては文字通り宇都宮大宮間無停車ということで、本当に特急らしい走りを見せてくれました。途中ね、あの100キロオーバーで走る本当にね、あの床下から MT54 のモーターの爆音が聞こえてくるような、そういう区間もありましたので、本当にこれは楽しかったですね。列車は宇都宮駅の4番線に到着。この4番線が宇都宮線からやってくる上り列車の使うホームとなっています。向こう側は東武アーバンパークラインのホームということで、このように JR とそれから東武のホームが隣接しております。この大宮でもまたあのあんな感じでね、東武の路線とつながるんですよね。あちら側には京浜東北線の電車も停車しています。この大宮からさらに乗ってくる人がいまして、ちょっとそれはびっくりしましたね。まあ、あの宇都宮からだとね、大回り乗車でこの列車に乗ることができないので、おそらくその関係で大宮から新宿のこの短期間だけでも特急料金払ってこの列車に乗ってやろうという魂胆の人だろうと思いますけど、さすがにこの大宮からね新宿までのこの短期間で特急列車に乗ろうって、これなかなかちょっと考えることがえげつないなと個人的には感じました。大宮での停車時間はだいたい1分ちょっとくらいあったんじゃないかなと思います。だいたいねこういう特急列車っていうと、もう各駅での停車時間は最大限短くするというのがよくある話なんですが、しかしこの大宮ではさすがに主要駅ということで、それなりに長い時間停車していました。ここから先は東北本線から東北貨物線に入り浦和を目指します。大宮からご乗車のお客様、お待たせいたしました。この列車は臨時特急烏山山揚祭り号新宿行きです。次は浦和に停車いたします。この列車は全席座席指定の特急列車です。ご利用にはあらかじめ座席を指定した指定席特急券が必要となります。指定席特急券お持ちのお客様、ご利用になれませんのでご注意ください。お手持ちの切符の号車番号と座席番号をよくお確かめください。ご乗車ありがとうございます。新特急烏山山揚祭り号新宿行きです。次は浦和に停まります。大宮を発車して次の停車駅は浦和。大宮から先は東北本線ではなく、今度東北貨物線と山手貨物線、いわゆる湘南新宿ラインの線路を走っていきます。奥にあります4本の線路は、奥の2本が京浜東北線、手前の2本が宇都宮線と高崎線です。今ちょうど15両編成の電車が出ているところですけれども、もうそろそろ埼玉新都心を通過する頃なんじゃないでしょうか。そうですね、こちらが埼玉新都心の駅、埼玉スーパーアリーナへはこちらでお降りくださいとたまに車掌さんがアナウンスしたりもするようなところですけれども、この埼玉スーパーアリーナの最寄り駅、埼玉新都心都市の横を華麗に通過していきます。さてこの辺りだいたい今与野とかその辺を走っているわけですけれども、東北貨物線の線路はこのように4本あります。しかしこのうち真ん中の2本に関してはもうそろそろお別れです。というのもこのように今下にねこの線路2本下がってますけれども、こちらの2本の線路は東北貨物線大宮方面と武蔵野線の府中本町西船橋方面をそれぞれ連絡している線路だからです。この線路を使って臨時列車の多く、例えば特急スペーシア八王子日光号とかね、そういった列車が数多く運転されています。また臨時ではなくても毎日運転しております普通武蔵野号、普通下総号などもこの線路を使って大宮とそれから武蔵野線の沿線を結んでいます。
浦和を過ぎて次の停車駅は大宮、今通過しているのが多分わらびじゃないな、多分西川口とかだと思いますけれども、反対方面の京浜東北線の車内はまあまあ混んでいます。しかしこちらはこんな感じで非常に優雅な雰囲気、車内にお客さんは少なく、もう本当に文字通り優雅な時間が流れているように個人的には感じました。民度も今回はかなり高かったですからね、やっぱりあの快速か特急かっていうだけでこの車内の民度というのはかなり変わってくると思います。特急列車になれば青春18切符勢は乗ることができませんからね。そしてここで荒川を渡りまして、さっき利根川を渡りましたけれども、こちらの荒川も関東平野を作った偉大な川の一つ。この荒川を渡って埼玉県から東京都へと入っていきます。東京都北区、まもなく列車は赤羽の駅を通過していきます。赤羽ってね、結構東北本線の中では主要な駅になるんじゃないかなと思います。上野東京ライン、湘南新宿ライン、京浜東北線、埼京線、4つの路線が集まるところですが、この列車を通過していきます。そして今ね、あのさっき荒川を渡ったばかりですが、ここで今度新河岸川を渡ります。東武東上線に新河岸という駅がありますけれども、その新河岸、新しい大河の岸と書いて新河岸と読みます。かつて鉄道や自動車が存在していなかった江戸時代には、あの新河岸川を使ってね、船を下らせ、そして川越と江戸の間で荷物のやり取りを行っていたんだそうです。だからあの新河岸川は水運的には非常に重要な川として位置付けられているんだとか。そして新河岸川を渡り、東北新幹線埼京線と合流すると通過しますのが、こちらが赤羽の駅です。東京都北区の一大ターミナル駅、先ほども言いました通り、京浜東北線、埼京線、上野東京ライン、湘南新宿ラインが集まる東京都北区の主要ターミナル駅ですが、しかしこの列車はこのように華麗に通過していきます。あのスーパービュー踊り子は止まってたんですけどね。しかし東武鉄道に直通する特急スペーシア、鬼怒川や日光、鬼怒川、あとはこのような臨時列車の類に関しては、基本的にこの赤羽を通過していきます。浦和よりは重要大きそうだから、赤羽に止めても問題ないんじゃないかとは思いますけどね。さあさらにその先、上中里とかその辺も過ぎまして、そして今度は山手線と並行するようになりました。さすがにこの辺りでは山手線の方が加速力がいいということで、山手線に若干追い抜かされたりもしていますけれども、しかし山手線の場合は駅間距離が短く、もう駅を出発するともうすぐに次の駅という感じで、もう割とちょこまか止まっていきますから、こういうね、中級路線に関してはこちらの湘南新宿ライン、山手貨物線を走っている列車の方が上となります。今通過しているこれは巣鴨か大塚か、多分その辺になると思いますけど、列車は間もなくあと3分4分ほどで池袋に到着します。多分これは駒込ですね、あの感じは多分駒込だわ。地下鉄南北線は乗り換えです。そして列車は最後の途中停車駅、まもなく池袋に到着。この画面の、奥側に走っております、こちらの線路が先ほど赤羽で見ました JR 埼京線です。この赤羽池袋間に関しては、埼京線と湘南新宿ライン2通りの移動ルートがありますが、所要時間それから列車本数ともに湘南新宿ラインよりも埼京線の方が上回っています。列車本数はね、多分埼京線の方が、湘南新宿ラインの倍ぐらいはあるんじゃないでしょうか。それから所要時間に関しても、埼京線の方はまっすぐこの区間走っていくのに対し、湘南新宿ラインは、田端の方をぐるっと大きく回っていきますから、埼京線の方が所要時間に関しても短く、多分乗り換え案内とか調べても池袋赤羽間ではおそらく埼京線の方がより多く案内されるだろうと思います。さあそして池袋を出発しまして、奥に西武の特急ラビュー秩父号、あれは秩父なのかな、ちょっとこの時間なんで、もしかしたら武蔵号だったかもしれませんけれども、少なくとも特急ラビューが停車しておりますが、この池袋を出発すると次の停車駅、終点の新宿はもうすぐです。池袋新宿間は本当所要時間5分ぐらいしかないですからね。この池袋を出発するのが18時58分、そして終点新宿に着くのが19時3分です。
大都会の終着駅に到着する前にありがちな長ったらしい車内放送を聞いて、列車はもなく終点の新宿に到着です。こちらは西武新宿駅、ちょうど一番手前のところにはドラえもん号が止まってますね。あのドラえもんのラッピングを施した車両ですけれども、この広告の隙間からあんな感じでチラチラと青い車両が顔を覗かせているのがわかるかと思いますけれども、こちらがそのドラえもん号。なんか池袋線で走っているという話でしたけども、いつの間になんかこの新宿線にやってきてたんですね。そしてこの西武新宿駅の真横をかすめながら、列車はまもなく大川道を渡り、そして新宿駅に到着します。新宿駅の5番線6番線は特急専用ホームとされていて、特急サフィール踊り子や成田エクスプレス、 JR 東武直通特急などが走っています。こちらがその有名な大川道。今日はやっぱり日曜日ということで、それからコロナが拡大しているということもあり、そんなに人手は多くないように感じました。そして大川道を渡って、そして向こう側にね、ルミネエストとかビッグカメラとかいろいろ見えておりますけれども、これら新宿駅東口の輝かしいこの景色を見ながら、列車は終点の新宿駅に着きます。新宿駅の奥の方はね、こちらはあの特急列車が発着をしない1番線から4番線湘南新宿ライン相鉄線直通列車、それから埼京線が使っているホームとなります。そろそろ多分ね、ホームが現れてくれると思うんですけれども、そうですね、こちら一番奥のホームが、あそこがね、1番線と2番線、ちょうど埼京線の電車も停車中です。そして手前側のこちらが3番線と4番線です。埼京線の大宮方面、湘南新宿ラインの宇都宮高崎方面の列車が使うホームとなります。そしてそこから南にずれたところにありますのが、この新宿駅の特急専用ホームたる5番線6番線。新宿駅にはもう一つ9番線10番線も特急専用ホームとして使われておりますが、しかしこちらの方がやっぱりなんかちょっと隔離されている感がありますからね。9番線10番線の方は普通にあの中央線の快速電車の上りホームと下りホームに挟まれたところにあるんで、そんなになんか隔離されている感はないですが、しかしこの5番線6番線に関してはもう本当に頭一つ飛び出たようなところにホームが設置されておりますし、それから発着する列車もそんなに多くないですから、隔離されている感が余計に醸し出されているような気がします。さあ終点の新宿駅に到着、リゾート山鳥特急って、この特急表示を出しているリゾート山鳥号を見たのは久々ですね。いつもの臨時表示ばっかり出してましたから。列車は時刻通り19時3分に終点の新宿駅に到着。折り返しね、なんかこのまま別の列車として営業してくれたらそれはそれで面白いんですけど、しかし今回は回送列車としてこのまま高崎の方へと帰っていきます。ということで今回は東北本線を爆走する2日限りの臨時特急、特急烏山山揚げ祭り号に乗ってきました。今回は7月23、24日の2日間の運転でしたが、来年も予定通り烏山山揚げ祭りが開催されればこの列車運転されると思いますので、皆さんもぜひ来年興味があったらこの列車乗ってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はここまで。今回もご視聴くださいましてありがとうございました。